さんお待ちかねの高橋陽一さん、数量制作合宿者の高橋陽一さんがご出演なんですけれども、はい、もう今すでにちょっと笑い声が入ってるかもしれませんが、高橋さん今日は某所にいらっしゃいます。高橋さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。もう皆さん東京で大変ですね、暑くて。何ですかこのまったりしたこのいい感じ、いい感じのこの笑顔、皆さん分かります？いやそれでですね、はい、もうね、何ですか、もうゆったりしてますからね、進む時間が違うところに今いますから。なるほどね、羨ましい。で、こちらの方はですね、じゃあちょっとやっぱりこっちもあんまり暑苦しいといけないなと思いまして、私の隣にいつも白いシャツ夏でも冬でも白い T シャツを着ている森下剛さんに来ていただきました。おはようございます、森下剛です。おはようございます、よろしくお願いします。いや高橋さん、あんまりどこって言っちゃいけないんですけど、さっきちらっとですね、どういうところにいるかって映像を見せていただいたんですけど、映像っていうか周りをちょっとカメラでパン、していただいて、いいとこにいらっしゃいますね。いいとこにいますよ。まあ、大体だから東京にいるのは最近1週間に1日か2日。おお、もうだから秘書をしながらですね。そう、ずっと旅行してますね。あ、高橋さん暑いの苦手ですもんね。暑いね。もう旅行が結構好きだから、旅行しながら、たまにこういうことをやってるって。たまにね、たまに。いい人生ですね。素晴らしい。いやな、もうだってね、残りがわずかだから、皆さんと違うよって言ったら、現役してないから、私は。百田さんと高橋さん同い年ですけど、その残りが少ないだな、あと10年しか生きないだな、そういうこと言うのはやめた方がいいと思いますよ。いや、私はだからね、もうね、だから60過ぎでもうリタイアしてるって感じなんだよね、はっきり言えばね。それは気分だけでしょ。だってもう役に辞めたらもうリタイアでしょ、はっきり言えば。いや、そうとは言えないと。そんなこと。もうそれ次から、その次からもう仕事じゃないですよ。遊びなんですね。いやもうだから楽に生活して楽に旅行しながらやってる、いいですね、いいです、本当に。いや皆さん現役の方は大変ですね、お疲れ様です。と言いながらですね、政治系、いわゆる政治系 YouTuber の中ではもう高橋さんダントツという、もう100万の、いやもう110万ですけど、もう適当に、適当にやりすぎてて、もうね、もうなんか高橋緩んじゃってどうしようもないですよ、私はもう。なんかそれね、高橋さん、YouTube で宿泊してる人全員今敵に回しましたよ。そのなんかね、ちょっと余裕でやってても俺は110万だよっていう、なんかもうね、レベル違うっていう、そういう感じで。そんなに一生懸命はもうリタイアしてますから、はっきり言えばね。してない。だからリタイアしてますよ。してるんですか。私リタイアしてますよ、完全に。だそうでございますよ、皆さん。高橋さん、最近ちょっと年寄り発言多いですよ、自分が年寄りだっていう。だって、ね、年金生活者だもん。あ、そうか、65歳過ぎてるから、年金を受け取ったんですか。まあ、もらってませんけどね、うんうん、一応、定義上、年金生活者ですよ。まあ、定義上、そうなんですよ、年金がもらえるお年なんですね。いや、そう、だから現に無駄ってんですけど、まあ、所得とかそういうので、無駄って、無駄ないって、そういうやつ、はいはい、うん、ああ、そうですか。そうなんですよ。だから、それで、まだ勤めてるわけではないでしょ。うんうんうん、まあ、大学には属してるけど、あ、もう 3年ぐらい行ったことないですからね。あ、そうなんですね。うん、もう全部、ゼミもリモート。うん、あー、妹さんか。まあ、ということでですね、まあ、そういう、今日はリゾートモードな高橋陽一さんとお送りしたいわけですけれども、うん、でも高橋さん、リゾートです、はい、人生まだこれから先何があるか分かりません。いや百田さんみたいに突然政党を立ち上げるかもしれませんから。いやだから政党を立ち上げなければこういうことでできるんじゃないかな。なるほど。ということでですね、それでね、はい、今日実はこれからニュースのラインナップをご紹介するんですけれども、はい、それと別にね、
今朝イギリスでやはり政権交代が起きそうだと、労働党がね。でね、これはまあ、また別の話題も含めてご解説いただきたいんですけど、ほら、労働党っていうとすごくなんてすごく左寄りっていう風なイメージがあるじゃないですか、名前からしてね。だけど、イギリスの労働党って経済政策なんかだと、まあ、日本で言ったらちょっと経済右派に近いかなって感じのところあるようなイメージなんですけど、まあ、どうですかね。そうですね、うん、まあ、もともと二大政党でほら歴史があると差が少ないですわね、はっきり言うとね。あ、なるほどね、うん、ほんのちょっとの話で、うん、だから、保守党の方がね、うん、まあ、インフレ率の操作をちょっと、まあ、ミスったって感じですけどね、はい、それでちょっとまあ窮地に陥っちゃった。あとあれかな、日本での国民健康保険かな、あれちょっと混じってるな、うんうん、というところで、はい、ちょっとすごくそれで、小選挙区なんでね、うん、ほんのちょっとの差がすごい議席数になるんで、ね、そうですね、うん、本当ですね、うん、だから、まあ、ほとんど投票率から見たらそんな大差ないですけどね、ほんのちょっとの差がすごい大きく出るって、うん、まあ、小選挙区制のね、なんていうかな、そういう特徴が出てますね。そうですね、ええ、まあ、確かにその通りなんですけど、ブレア政権の時ですか、うん、高橋さんが官邸におられたのは小泉政権の時ですから、そう、小泉政権の時、第3の道かなんか、向こうのカウンターパートはブレア首相ですよね。そうですね、あの人なんかはあんまり労働党っぽくないようなイメージもありますけど、だから昔の労働党とはだいぶ違いましたよね、うん、さっきも言いましたけどね、うん、差がほとんどないって感じです。なるほどね、うん、ただまあ日本もですね、その、まあ、政権交代がなぜ起きないんだみたいなこと言ってますけど、やっぱり野党がね経済政策とか財政とかそういうことについての政策が頼りなさすぎますよね。それはね、だから経済政策は大体同じになるんですよ、与野党。だから違うところがほんのちょっとあるってレベルなんだけど、日本の場合は違いがありすぎるから、うん、ちょっとね、うん、まあ、今回の都知事選も見てもね、都知事選もなんか、神宮外苑の話あるでしょ。はいはい。ああいうのってすげえ違うんでね、うん、あれは共産党にやらせると相形になるんだよね。そうですね、あれはすごく違いがあるんで、ああいう感じだともうちょっと政権は無理ですね、取れないんじゃないかな、はい、取れないと私は思いましたけどね、まあ、小池さんもよくないけど、まあ、普通に東京都の普通のことやってるから、それから思うと、うん、ね、神宮外苑の話だ と共産党は飛び抜けて変なこと言うんだよね。そうですね、あれはだって全然別に再開発止める権限も都になければ再開発すべきことですからね、ずれてますよね。明治神宮の私有地ですからね。そうなんですよ、しかも外苑ですからね。それ外苑でちょっと、ね、神宮球場みたいな収益事業しないと内苑の森がみんな枯れちゃいますからね。そうなんですよ、だからそういう風な話なのにね、うん、なんか共有地だからどうのこうのなんて言って、共有地じゃないよ、私有地だよって、まずね、蓮舫さんが共有地って書いて私もびっくりしましたよ。あれ共有でも何でもないよ、私有地、普通の私有地ですって。でもね、神社だからね、入っていいって言ってるだけの話でね、うん、そういうことですね。いやああいうのびっくりしますね、ああいうのを聞くとね。いやー、まあ、そういうことでですね、もうあまりにも野党がとんちんかん、常にですね、もう頼りにならないし、うん、言ってることがもうバカみたいな話になっちゃうわけですけれども、まあ、ということでですね、はい、今日のニュースのラインナップまずご紹介したいと思います。はいはい、お願いします。1番、終わり値4万913円65銭史上最高値を約3ヶ月ぶりに更新。2番、人手不足倒産過去最多ペース2024年問題が直撃。3番、経済同友会新浪代表幹事、円安ではなく超円安。4番、バイデン大統領、選挙戦立て直せなくなる可能性ある認識、アメリカ報道。5番、同性愛男性は難民に該当、国の不認定処分を違法と判断、大阪地裁。6番、日本政府、中国製 EV の関税引き上げに慎重、欧米は引き上げへ。7番、総務大臣、ポイント禁止理解をふるさと納税で。8番、国の税収4年連続最高、72.1 兆円法人税好調、2023年度。9番、蓮舫氏、
子供産めば、控除増える。演説に、そう突っ込み、奪ったのは民主党。10番、浅生地上波終了へタブー挑み37年というラインナップになっております。うん、浅生が終わるそうですね。終わるっていうか地上波じゃ、地上波が終わるっていうか。地上波で終わるの。もともと生じゃないけどね、あれ。私、出てた時に、途中からもう生じゃなくなったんだけどね、それはね。まあ、田原総一郎さんの、まあ、ちょっとご体調なのか何なのか、途中からね、生じゃなくなったと聞いてますけどね。10分ぐらい遅れたの、遅れて流してたかな。うん、あ、5分か10分ですかね。うん、私ね、今でも時々出てくれって言われるんだけどね、うん、あれは無理ですよ、金曜日の夜中。まあ、時間帯的にもね。それで、こっち土曜日の朝、大阪があるからね。そうですね。まあ、無理ですわね、あれは。そうなんですよね。最近はね、近年はさすがにないんですけど、私も前は時々ありました。だけど、やっぱりそうなんですよ、金曜日の真夜中ですからね、あれ。ちょっと苦しいですね。まあ、なかなかきついところありますよね。さて、それで10項目あるんですけど、高橋さん、どれからいきましょうか。まあ、私ちょっとメモ取ってなかったから、うん、適当にどれでもいいから。そうですか、わかりました。ではですね、1番のニュース、日経平均が、はい、また終わりね、4万913円という、このニュースからいきたいと思います。はい、1番、終わり値4万913円65銭、史上最高値を約3ヶ月ぶりに更新。 NHK によりますと、4日の東京株式市場は半導体や輸出関連など多くの銘柄に買い注文が広がり、日経平均株価が今年3月下旬以来およそ3ヶ月ぶりに終わり値4万913円65銭となり、史上最高値を更新したほか、東証株価指数トピックスも一時2900を超え、バブル期の、1989年12月につけた取引時間中の、史上最高値をおよそ34年半ぶりに更新しました。4日の東京株式市場は、アメリカの長期金利が低下したことを背景に、前日のニューヨーク市場でハイテク関連の銘柄が買われた流れを受けて、半導体関連などが値上がりしました。さらに歴史的な円安局面が続く中で、企業業績の改善への期待感から輸出関連など多くの銘柄に買い注文が出ました。市場関係者は、今週発表された日銀の短観で、企業の景況感の底堅さが示されたことに加え、日本企業の収益性の向上やガバナンス改革の進捗に対し、海外投資家の関心が改めて高まっていることが株価上昇の要因となっていると話していますというニュースです。このニュースって、先ほどね、たくさん並べてくれたけど、ニュースをね、はい、私の感じだとね、このニュースと、あとなんか新浪さんが、円安だっていうのと、それとあと、税収が最高だっていう話で、みんな同じような話をしてるなと、正直と思ったんで、もしよかったら全部一緒に解説しますから。わかりました。じゃあちょっと次も読みましょうか。じゃあ3番もいきますね。はい、3番、経済同友会新浪代表幹事、円安ではなく超円安。 TBS によりますと、現在の為替水準について経済同友会の新浪代表幹事が、円安ではなく超円安だと懸念を示した上で、金利を上げるというメッセージを早急に出す必要があると政府日銀に注文をつけました。長野県の軽井沢町で経済同友会のセミナーが開かれ、取材に応じた新浪氏は、1ドル161円台の水準は超緩和金融政策の弊害だと指摘、130円から140円が適正との考えを示した上で、もっともっと金利を上げるんだというメッセージを早急に出す必要があると政府日銀に注文をつけました。一方円安が業績を押し上げてきた商社、住友商事兵藤正幸会長は、日本の社会として考えたときには、外から買うものが高くなってしまうというのは、やはり大きな絵、日本全体で考えるとマイナスが大きい、
したがって行き過ぎた円安は是正する必要があると話しました。さらにみずほフィナンシャルグループ今井誠司会長は、円安要因として日米の金利差という話は出るが、これをさらにちょっとオーバーしている気がする。エネルギー価格が円安で高くなるというのは、やはりそれなりにネガティブなインパクトだと思うと話すなど、歴史的な円安に経済界でも懸念が強まっていますというニュースです、はい、もう一つも言います。税収も、もう一つ、はい、税収ですね、はい。8番、国の税収4年連続最高 72.1 兆円、法人税交渉好調2023年度。時事通信によりますと、財務省が3日発表した2023年度の一般会計、決算概要によりますと、国の税収は72兆761億円となりました。2022年度の71兆1374億円を上回り、4年連続で最高、過去最高を更新しました。歴史的な円安などを背景に、好業績の企業が相次ぎ、法人税収が大きく伸びました。税収の大半を占める基幹三税、所得税、法人税、消費税は、いずれも昨年11月時点の見通しから上振れしました。特に法人税は、3月期決算企業の納付額が増えたことで、5月実績が前年同月比 1.4 倍に急増し、全体を押し上げましたというニュースです。おうおう、はい、あれだね、なんか1番と3番は、はい、日経平均と税収の話はファクトだけ言ってるから2つとも整合的なんですよね、はいはい、要するに円安になったら日本経済が良くなったって話ね、はい、でなんか間の、何これ、経済団体の人とんでもないことばっかり言ってるね、はい、もうこういうのってさ、うん、バレちゃうから言わない方がいいのにな。もう国民も結構分かってきてますからね、高橋さんが分かるみたいな。うん、本当にこれにさ、突っかかったひろゆきっていうのは私に突っかかってきたんだけどさ、まあ、はっきり言うとこれ近隣急防化って言ってね、うん、まあ誰でも高校生で習うような話なんだけど、うん、まあこれどこまで覚えてるか覚えてないかよく知らんけど私はね、はいはい、ただ自国通貨安は自国には有利だけど、うん、他国には不利だって、うん、それだけの話なんだよね、うん、でそれそういうその歴史的事実に挑みたいのかね、みんな。どういうことなんでしょうね。教養がないんだと思うな、はっきり言えば。基本的な教養が、うん、ただね、うん、この一番最初のニュースです、うん、私これね、うん、もう一番最初のニュースからしてすごくおかしいと思うのは、うん、歴史的円安って言ってるじゃないですか。歴史的でもないけどね。ね、160円ぐらいの時代って普通にありましたしね。30年ぐらい以上前だった。そうです。そうですわね。まさにバブルの頃これぐらいだったと思います。160円だった。古い、古い人はみんな知ってますよね。そうですよね。だから歴史的円安って何のこと言ってるでしょうかって話なんですけど。だからそういうふうなちょっとなんか記憶でもあればね、うん、なんかそれから以降円高になって日本経済調子悪くなったかだったっていうのはちょっと分かると思ったけどね。そう思いますね、うん、だからもう最初からだから変な就職をね、うん、つけるからわけ分かんなくなっちゃうんだけど、うん、まあ円安は経済に絶対プラス、うん、全体ではプラスになってね、うん、エネルギー価格とかマイナスの人はいるのは間違いないですけどね、はい、でもその財務省なんかそういう意味でさ、すごく嘘ばっかりついてて、うん、円安になってどうのこうで最初に、うん、今年度の、23年度の税収ね、はい、68か9で出してたんだよね、最初、はい、だからそれ思わず嘘だろうって私はどっかでネット番組で言ったことあってね、うん、これは違うよと、うん、71か2ですよって言ったら、うん、まあそれはそのくらい計算すぐできるからね、でもそういう嘘を平気でつくって、うん、つくのに、うん、まあ新浪さんとかそういう人たちはそういうのを真に受けるんだよな。これ真に受けてるんですかね、それともたまたま新浪さんの周りがこの円安だと都合が悪いって話なんですかね。新浪さんの周りはあんま関係ないから、あんま関係ないですかね、うん、真に受けて喋って恥をかいてるってだけだと思うけどね。
でもね、高橋さんさっきおっしゃってたように、これとんでもなく情報修正を迫られてるわけですよね、税収見込みもね。でも高橋さんは今、そんな簡単に計算できるっておっしゃいましたけど、でなんで日本の役所はこの見込みを間違えるんですか。間違えて嘘ついたって。あ、嘘ついた。財務省の、あの伝統的な計算のやり方から思ったらすぐ嘘だって分かります。じゃあ何でその嘘を発表するんですか。知らない。でそれ喋ったのは玉木チャンネルでね、だから彼もその傾斜のやり方知ってたから、ちょっと喋って、こうだよなっつったら、そうですよね先輩なんて言ってたもん。だからやっぱり彼もちゃんと分かってたから、これ嘘ですよねって話だったりする。高橋さんも玉木さんも分かるってことは、財務省の関係者って全員分かるわけですか。これ分かんなかったらモグリになっちゃうわ、正直。それはそう、もうモグリになっちゃいけないでしょ。だからこれもしか財務省の関係者で違うこと言ったら、こいつそいつ嘘を言ってるってるか、モグリかどちらか。なるほど。じゃあ例えば財務省 OB の政治家でも、この今のね、財務省が発表していることをもっともらしくこう言ってたらば、この人は嘘つきだと思えばいいわけですね。嘘つきだよ、それは間違いないよ。それかもしくは仕事しなかったか、したのを忘れちゃったか、どちらかよっぽど記憶力が衰えたか。そう、記憶力が衰えたって人いるかもしれないけどね、でもまあそれほど難しくないから、ちょっとざっくり言っちゃうとね、同じ系、時に出る内閣府出す、経済見通しがあってね、経済見通しで名目経済成長率の数字が出るんだよね、でそれに、男性値っていうのをだいたい 1.5 ぐらいか2ぐらいでかけて、だいたい税収 の、 伸びが計算できる。そんな感じなんだよ。そうなんですか。それほど難しくない。でその男性値を、1.5 にするか2にするかっていうのは、これはちょっとね、その時その時の時の運というかね、ちょっと難しいところもちょっとあるけど、でもね、最低は 1.1 で計算するんだよね。だから非常に固く計算するんだと 1.1、それでちょっと本当多めに計算するんだと、実務上は3ぐらいで計算することもあるんだけど、2で計算してもそんな間違いじゃないから、だから大体すぐ分かるんです。私はだから2ぐらいでポンと計算して、違う、まず違うも違うよねって言ったわけね。だからそのくらいの、そんな難しくないです、これは。じゃあもういつも騙されてるんですね。だって いつも騙されてる。いつも騙されてる。もう信じらんないですよ、こういうのって。私はもう。あと今最初に読んだ記事とか、あと一連のものはですね、時事通信とか TBS とかなんですけど、日経新聞なんかも、財務省発表っていうんですかね、そういうのをこう真に受けた記事をよく出すんですけど、一応経済専門誌なんですけど、だってネタ取れなくなるからね、逆に真面目な記事書くとね、ネタ取れなくなるから。それで日経新聞の場合は紙面で経済の記事埋めなきゃいけないでしょ、確かに。そうするとだから財務省から出入り禁止になっちゃったら、もう紙面取れなくなっちゃうんでね。でもそんな大事なことをね、そんなこと書かれましてもって感じするんですけどね。だから財務省によればって言って逃げてんじゃないの、全部。なるほど。だからこういうのっていうのはあれだよね、税収は伸びるのは間違いないんだけど、伸びるでしょ、それで実は所得税収も伸びるんだ。さっきの法人税って書いてあったけど、源泉所得税もだから一緒に取るんでね、所得税収も伸びるんですよ、だから財政的にはウハウハなんですよ ね、 そうですね。だからちょっと円安で大変な人いたら、そういうような税収増をそちらに振り分ければ、すぐ実は対策は終わっちゃうんですけどね。だからなんかこんなのが何が大変かっていうのは私もよく分かんなくてね、円安になって大変だって、日本全体で儲けたって、それで大変な人にはそこは知ってるわけね、それは間違いないわけ、だからそういう大変、大変な人にその全体で増えた分の一部をね、分け与えればもうすぐ終わっちゃうから、それでいいんじゃない、それで終わりですよ、はっきり言えば。そうなんですよね。だからその企業税収がですねこれだけ増えたということなのに、なんで国民の負担を増やすようなことしか出てこないのかっていうのが謎なんですよ、ね。それは謎ですね。だから政治家が、ね、これ増えたんだからここ使えよって言えばいいだけのことなんだけどね。そうですね。それからですね、最初のニュースでですね、
まあ、うん、この日経平均が上がりましたっていうことについてのこの NHK の結論みたいなものなんですけど、うん、まあ、今週発表された日銀短観で企業の景況感の底堅さが示されたことに加え、日本企業の収益性の向上、まあ、これは円安ですからね、うん、それと、うん、ガバナンス改革の進捗に対して海外の投資家の関心が改めて高まっていることが、うん、まあ、株価上昇の要因だって言ってるんですけど、これ、うん、あのガバナンス改革の進捗って何のこと言ってるんですかねっていうのがちょっとよく分かんないですね。ないと思うよそんなの。もともと日本企業ってのは結構コーポレートガバナンスしっかりしてますからね。だから全然関係ないのくっつけてるだけなんだけどね。と思いますよね。そんなんだったらちょっと前に株価が下がっててガバナンスが悪かったそう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 だね。そういうのなるの、そんなの関係ないことをくっつけて説明してるだけですね。それそうですね、もっともらしいこと言ってるだけですよね、それと、まあ、あの言えば、うん、円安で儲かっちゃったってそれだけのことそうですよね。で、海外の投資家の関心というのもね、これもやっぱり円安だから、でやっぱり日本株って、うん、あのなんだかんだ言っても企業の力に対しては株価安いっていう風に感じますよね、うんうん、これ、うん、もう円安になって余計そう思っちゃう、そう思いますよね、うん、それだけの話だと思うんです、うん、でやっぱり私もっとねこれ危険だと思うのはですね、あの海外の海外マネーが相当入ってる、うん、株式市場にですね、うん、日本の、うんうんうん、だからあのアベノミクスでの立ち上がりの時とこれ大きく違うのはですね、あの時はいきなりドーンと株価が上昇しました、うん、日経平均がもう7000円から2万円近くまで上がったんですけど、うん、あの時はやはりそれと同時にですね、日本の中の景気、うん、景況感というのも随分こう好転したっていうイメージがあるんですけど、うんうん、今ないですよね、というのはもうほとんど海外の投資家に買われちゃって株がドーンと上がってるっていう感じなのでね、うんうん、これはちょっと危険じゃないですか。ね、この間ね、あの3、4ヶ月前上に上がって、うん、1回下がってるでしょ、はいはいはい、あの下がってるっていうのが、うん、なぜかっていうのに結構関係してるんだけど、うん、あのまあ、ちゃんとした政策をきちんと打ってないんだよね。打ってないと、うん、あのやっぱり先行きがあれで、あれあれって感じに正直ってなって、うん、これで円安だけで今、円安の一本足打法みたいな感じにはなってますね。なるほどね。これ例えばじゃあちゃんとした政策っていうのは具体的にはあの例としてどういうことですか。一番あれなのは去年の、うん、あの12月に行うべきね、所得税減税みたいなのは去年の12月に行うべきなんだよ、うん、ああいうのでやめるからちょっと半年ぐらいずれちゃってるね、うん、はっきり言えばね、これはね、うんうんうん、それであとは、震災復興のための補正予算とかね、はい、こういうのはきちんと打たなきゃダメなんだよね。打ってればおそらくこの今のこの半年ぐらい下がってってるのはなかったと思いますよ。そういうふうにすればよかったのになと思うけどね、うん、だからそういうのを全然後倒しにしちゃったり、これとあとあの最近また岸田さんがわけわかんないで電気料金の国書対策なんて言って8月から8、9、10あなんだっけ8、9、10でやるんでしょ、うん、それなのにさ5月になんでやめるんだって。そうなんですよね、なんで継続しなかったですか、ね、なんで国書って6月7月じゃないのかと思ってなあれわけわかんない。であれやったらさ、その岸田さんぼっちだからさ、うん、経産省も全然知らなかったっていうのがわかんないね、あれ。そうなんですね、うん、知ら全く知らなかった。あら担当者だからもう ぼっちだからもうやりようがなくてさ、ぼっちだから、うん、総理がぼっちなんですね。ぼっちですね、あれはちょっとひどかったな。だって普通にちょっと考えてて素人で分かるでしょ、うん、5月までやってんだったらもうそのまま継続すればいいじゃん。6、7、8で9月ね、うん、あの創設やんだったら6、7、8くて伸ばせばいいんだよ。普通はやりますよね。だからあそこでなんで切っちゃったんだろう、総裁選あるのにと私も思いましたけど。あ、いや、あれはあれだよね、あの総選挙をやりたかったかなんじゃないの。あー、なるほど。6月ぐらいにだから切っちゃったんじゃないの。